海焼人は宮崎県小林市出身のハンドボール選手。ポジションはゴールキーパー。日本ハンドボールリーグのトヨタ社体所属。宮崎県立小林工業高等学校、日本体育大学卒。日体大在学中に強化指定選手に選出された。2010年2月に日本ハンドボールリーグのトヨタ社体へ加入。同年から代表候補合宿に参加し、 2011年4月の日韓定期戦で日本代表に選出。同年10月から行われたロンドン五輪予選の日本代表にも選出された。2012から13年シーズンは、シュート阻止率439を記録し、シュート阻止率賞を初受賞。2013から14年シーズンは、初のベストセブン賞を受賞。シュート阻止率は百三十を記録し、 二年連続で、シュートソシリツ賞を受賞した。2014から15年シーズンも二年連続のベストセブン賞、三年連続のシュートソシリツ賞を受賞。2015から16年シーズンも四年連続となる、シュートソシリツ賞を受賞。2017から18年シーズンは二年ぶりに、シュートソシリツ賞を受賞し、三度目となるベストセブン賞に選ばれた。2018年の、 第8回社会人選手権ではベストセブンに選ばれた。2018から19年シーズンは2年連続6度目となるシュート素子率賞のタイトルを獲得し、2年連続4度目のベストセブン賞を受賞。日本ハンドボールリーグ社会人選手権日本ハンドボールリーグ大会別成績。ありがとうございます。